또 벌금 いい感じでね、お昼もいただきましたんでね。さあ、このね、後ろにボックスつけてね、まあ、荷物いっぱい積んでるとね、やっぱり後ろが重心ね、行ってしまうんですよね。だからスタンドね、センタースタンドで立てると前が浮くんですけど、まあ、普段ならね、前タイヤが設置して後ろが浮いてるんですけどね、やっぱり荷物乗せてでやってるとね、逆に前が浮くんですよね。で、まあそれってすなわちね、走ってる時、走行中はね、やっぱフロント荷重がね、あんまりかかってないんですよね。なのでね、最初このスクリーンをつけた時にシミ現象とかね、ないですよっていう話はしたんですけど、やっぱこの後ろにつけてから、後ろにつけてからはね、ちょっと振られる時がね、あるんですよね。その辺ちょっと重心の前後バランスがね、今までと違ってきてるんでね、まあややね、やや前寄りにこう重心かけるぐらいなつもりでね、特に後ろがこう、まあ、こういう下り坂がまだいいと思うんですけどね、ちょっと気をつけないといけないかもしれないね。ね、やっぱり桃とかね、桜が植えてありますね。綺麗だね。これ桃だと思うんですけどね、ピンクの。
室戸寺さんはね、アジサイで有名なお寺さんですね。こちらはね、ですから6月ぐらいかな、になるとね、ブワーッともうこの斜面一円ね、ずっとアジサイが咲き乱れますね。ぐらいはね、ちょっとキャンプツーリング出かけたいですけど、あとこれにあれだもんね、テントと寝袋とで自分の着替えとか荷物とって考えると結構な荷物だね。今ね、これはまあデイキャンプじゃないけど、バーベキューだけしに来たりね、まあ、そういうのは何回かやってますけど、まあそういうほとんどね、食材と調理器具、まあコンロだったりね、そういうので、でもそれでももうあれですもんね、後ろにつけたボックス一箱使っちゃってますからね。まるっきりオグルスの竹やぶみたいな、まあオグルスだけどね、ちょうどねオグルスの上ですけどね、タケノコもね、もう早いのが出回ってますもんね、京都もね。道が荒れてるね、この辺ね。この辺はね、昔よくね、もう一人でね来たあたりなんですよね。なんか懐かしいけど、もう自転車の人がいる。桜があるじゃないですか。
そうそう、大岩山のね、大岩山の展望所ちょっとね立ち寄ってきましたけど、まあいい眺めですね。やっぱね、ずっと伏見城からね大阪方面で京都もね、市内の方もずっと見えますからね。ここに神社があるんですね、大岩神社ね。この辺はね、不法投棄が目につくのがちょっとね、残念ですけど。